はい、どうも、お疲れ様です。速歌塾の久保です。まあ、普段はビジネスのことについて、コンサルをしたりね、情報発信をしてるんですけども、今回は、えー、女子高生の恋愛相談でございます。えっ、ー、と、ここではね、個別具体的なことを申し上げられないんですけども、まあ、同じようにね、女子高生のような方から、若い方からね、女の子から、 あ恋愛の相談を受けた時にどのように答えていけばいいのかなってことを私なりにね考えたことがありますのでここで、えー、一つ例を出しておきたいと思います、えー、まずね一番こういかにもありそうだなっていうねやっぱこう思春期の女の子の相談事っていうのは好きな人がいるけども告白する勇気が出ないんです っていうことだと思うんですよ。私も何度かこういったご相談いただきましたし、多分この放送を聞いてらっしゃる方も似たようなことって出くわしたことがあるんじゃないかなと思います。まあこういったことって、まあ年頃の女の子でしたらね、誰もが経験したことのあるありふれた悩みと言ってしまえばその通りなんですけども、好きな人がいるっていうのは嬉しい反面、告白してね、 振られてしまったらどうしようっていう不安もあるし、もし付き合えたとしてもうまくやっていけるかどうかなっていうふうな心配もあるじゃないですか。これは別に女子高生じゃなくてもね、私たち、あの、 何ですかロスジェネ世代でも何度も経験したことだと思います。まあ、このような悩みを持つ女子高生っていうのは、まず自分の気持ちに正直になることが大切じゃないかなというふうに私は話すことが多いですね。好きな人がいることを認めて、その人と一緒にいたいという気持ちがどれほど強いのかを自分自身じっくり考えてみることですよね。それだけでも結構ね、胸が熱くなって楽しいことじゃないかなと思いますし。そしてその気持ちが本物であれば勇気を出して告白してみるっていう次の段階に進むのもいいかま もしれませんよねでその告白する勇気がないっていう話なんですけども告白する勇気が出ない時は友達とか家族に相談してみるっていう風なのも自然な流れの方法の一つだと思います第三者の意見を聞くことで自分の気持ちが整理されて告白するかどうかの判断がしやすくなるかもしれないんですよとにかく1人で考えて回答が出ない時ってのは人の脳を借りるっていう。 そういう選択肢になるのはビジネスも恋愛も同じかなと思います。周りの人にね、相談してみると、思いもかけないような、その、ね、恋する、あの人の噂を聞くことになるかもしれません。それによって自分の気持ちが揺れるのか、それともさらに硬くなるのかってこと、それが恋愛が育まれるってことじゃないかなと思います。またですね、 告白するタイミングや方法を工夫するっていうのも一つの楽しみであり挑戦になると思います。これから様々な恋愛をする上でこういったことってのは、ね、繰り返されると思うんですよ。例えば二人っきりになれる状況で好きな人のことを思いを込めて伝えるっていうのもいいかもしれませんし、告白する前に相手の気持ちを知っておくっていうね、そのための 策を練るっていうのも恋愛の作戦の一つであり楽しみだと思います。えー、失敗するリスクを減らすことでもありますんで、このシミュレーションっていうのはビジネスでも人生でも大いに生きるんじゃないかなと思いますよね。まあ、いちいちビジネスの話を出してくるなっていうこと言われそうですけども、まあ、 50代の私にね、恋愛相談するってことは、ビジネスに例えられることは、もうそれはしょうがないと思ってください。で、好きな人がいるってことは、とても幸せなことだと思うんですよ。勇気を出して告白することで、新しい恋の始まりになるかもしれないと。私はだから、告白するために、あの手この手をね、考えることに、まあ、協力はするかな、というところでございます。えー、もう一回ね、まとめますと、4点ぐらいにまとめると思います。自分の気持ちに正直になることが大切だよってことと、友人や家族に相談してみるのも一つの方法だよってこと。 告白するタイミングや方法に対して工夫をしてみるのも、お一つの方法じゃないかなと。そして好きな人のことをよく知るようにしましょう。まあこれが大前提ですよね。まあ今回のアドバイスが、女子高生のね、恋愛相談に少しでも役立てれば幸いです。と同時に、同じように若い女の子から相談をいただいた、私と同じような年代のね、男性のアドバイスのさらにお役に立てば幸いかなと思っております。それでは。